イグニス、グラデオ、一人か、プロンプトは。絶好のチャンスかな。アーデン、あれバレちゃった。ここまでお疲れ様。ねえ、主のこのざまを見てどう？何を？君、本当がっかりしてるんでしょ。立派な王になると期待して命までかけてきたのに。やめろ！俺もなんだ。だから諦めた。旅も未来もここで惜しんで。何を言っている！ノクター！へえ、すっかり仲良くなったね。一つ提案なんだけど、ここでみんなで死ぬ、それとも君が俺と一緒に、どっちがいい？どこだと思う？ジグナタス要塞。君たちから奪ったクリスタルが置いてある場所。知りたいんでしょ？俺が何者なのか。気の済むまで探ってみなよ。私が本当ならば、ここを帝都グラレア、なぜ俺を、目的は何だ。汚れた身上に成績に拒まれ、大いにつくことなく葬られた哀れな。黄昏を食らう闇をまとい、暁を染めに、いつしか不死となりて、王家の復讐を果たさんがため、世界を闇で覆わんとしている。闇、王家への復讐。聖石、星の魂の魔よ。真の王が光の力を得るための妖乱。神が、人が、
闇に抗いながらも真の王の誕生を待ちわびる。真の王が使命を果たし、星の闇を払う。その時、真の王はノクタのことか。アーデン、追ってみるか。全ての力が指輪に集まりし時、真の王の力は完成する。星の闇を払う。ただ一つの力、その光を帯し指輪こそ真の王たる少佐。歴代の王の剣と聖石の魔法、指輪に蓄えられた力は六神をも超越する。その力は真の王を依代として写し代に発現し、闇を払い、星に夜明けをもたらすだろう。ノクトへの執着もそのせいか。まあ間違いではないんだけど、そんな単純な話じゃないんだよね。俺の名前、正式にはアーデン・ルシス・チェラムっていう。ルシス・チェラム。そう、実の弟に殺されたルシス王になるはずだ。今度かな、陛下って呼んでもらおうか。偽りの王に仕える気などない。あ、そう。じゃあさようなら。どうだ、俺の望みはクリスタルの力を得て
真の王になったノクティスの葬り去ることでもあの子頼りないだろう。だからもっと試練を与えないと。は？俺にとっては世界などどうでもいい。それ君が持ってたの。ノクトが犠牲になる未来など絶対に認めない。そんな運命は俺が断ち切る。君使いこなせるわけないだろう。
勝てないよ。まだまだだね。俺の復讐は真のノクティスを殺すまで終わらない。イグニス、レイブスが力になってくれたんだ。一人で無茶しやがってバカ野郎。こんなのって俺のせいだ。俺が弱いから。なんで俺なんだって、なんで俺ばっかりって。悪い、自分がどうしたいのかも分かんねえのに、お前らを付き合わせてた。俺はもう誰も失いたくない。力を貸してくれ。大切な仲間を守れる力を。王とは絶対に立ち止まってはならないものだ。どれほどの犠牲が出ようとも前に進み続けなければならない。
やっとここまで来られたか。ああプロンプト、グラディオ、エグヌス、この10年、今日この時のために準備をしてきた。みんなで決着をつけよう。俺たちは常に胸を張って生きる。